レイアウトが簡単な羊雲の作り方です。まず一匹羊雲を描きましょう。グレーのクレヨンで顔を描いて頭の毛を描きます。雲のようにふわふわと描きましょう。今度体をふわふわふわっと雲のように描いたら、前足と後ろ足をつけます。角をぐるぐるぐるっと描いて模様をつけたら、あとはふわふわと羊の毛を雲のように描いていきます。みんなで作るときには一人一人自分の羊を描いてもらうといいでしょう。たくさん必要ですので、コピーして大中小を作って使います。型紙もありますので、ダウンロードしてお使いください。 4,5 枚コピーしたら重ねてホッチキスで留めます。一匹ずつ丁寧に切り取っていきましょう。ホッチキスのところを最後に切るようにすると、ずれずにきれいに切ることができます。これでたくさんの羊が一度にできました。全部の種類の羊を同じようにして切っておきます。裏返して糸でつないでいきましょう。ここではよくわかるように色糸を使っていますが、透明なテグスを使うと少し間が空いても糸が目立たずきれいにできます。こんな風につながった羊雲ができました。サイズの違うものも作っておきます。これを青い画用紙の上に並べて羊雲を作っていきます。上の方に大きい羊を、下の方に小さい羊を並べます。飛び跳ねて遊んでいるように並べても楽しいですね。